おはようございます。仏壇販売定食ハッスル社長。はい、今日土曜日でございます。最高のお天気ですね。うわ、いい感じやな。しかしなんかあれ、今ニュースで見たわって、関東方面はすごい台風来てますね。もう本当、もう関東の皆様はですね、お見舞い申し上げます。いや、びっくりやね。大体今頃は九州に吹っ飛ばってんな。最近のあっちがするんですかね。はあ、そういうもんでございますか。はい、じゃあ、まあ今日土曜日日曜日ですね、元気に頑張ります。今日朝の動画でもあげましたけどですね、お彼岸まで7時半までナイター営業します。お客さんからリクエストがあったんですよ。涙のリクエー、昭和だな昭和だな昭和だな。はいはい、じゃあ今日も頑張ります。はい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 。ですね、今日は9日だったかな、9月の9日土曜日夜の7時半までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業じゃん。はい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 。やっぱですね、昨日おっしゃったですよね、やっぱ 農家の方で、やっぱ仕事終わってからだけが、あとは7時じゃ間に合わないんだって。ああ、もうおっしゃる通りですね、ということでですね、はい、夜7時半まで頑張ります。もちろん年中無休、お仏壇お困りごと&生活困窮者支援、仏壇無償提供、24時間電話受付、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、今日土日も頑張ります。